広島東洋カープの春季キャンプが2月1日から日南市の天福球場を中心に始まりました。去年の日南パレードに続き、今年も冷たい雨が降る中、音楽に合わせて選手や監督らおよそ40人が入場し、市民による歓迎セレモニーが開かれました。選手を代表して相澤翼選手会長に、広島東洋カープ日南協力会より宮崎地特子10キロとブランドポークを30キロ、日南市観光協会よりデコポン20キロ、日南市漁協よりキハダマグロ1本などが贈呈されました。この後、昨シーズン特に活躍をした選手に完熟マンゴーの目録が贈呈。あがた幼稚園、龍美里ちゃん、田中佐穂ちゃんが激励。これには尾形監督も笑顔。可愛い園児による激励の後、日南サンフレッシュレディと園児が監督、選手らに赤いスイートピーの花束を贈呈。たくさんの激励に対し、尾形浩一監督は、昨年日産の優勝のパレードは大きな力沿道の人たちが熱く、そして温かく、あの声援があったからこそ、支持の戦いだと思います。日本一の報告ができないのはダメです。この悔しさをバネに、そして今日からのこのキャンプでしっかりと選手を鍛え、そして力をつけ、シーズンへの戦いとつなげていきたいというふうに思います。午前中、日南の気温は4度。ランニングで体を温め、ウォーミングアップ。チーム最年長の新井貴浩内野手をはじめ、昨シーズンリーグ MVP の丸義弘外野手、打率3割、26ホームランの成績を残した鈴木誠也外野手などの姿が見られました。一方、ブルペンでは福岡市内で自主トレを行っていた市岡隆二投手、ウェイトトレーニングで筋力アップに励んだ戸田貴也投手、一軍のマウンドに上がりたいと意気込む辻空投手など22人がブルペン入り。ドドドをキャッチフレーズに、選手たちは努力、泥臭さ、怒涛の戦いが始まりました。キャンプ初日を迎えて、本当に選手がしっかりとね、このキャンプに備えて準備してるかどうかというところで、こう表情とかを見させてもらった中で、すごいいい表情でみんな育ってから安心しました。もちろんシーズンに備えてね、しっかりと一日一日と練習を積み重ねていくと、そういったところを本当に基本に立ち返って、基本をおろそかにせずに、そういったところをしっかり選手にやってもらいたいと、こちらもそういうふうな目でしっかりと見ていきたいというふうに思っています。今年も変わりなくやります。投手を中心とした守り勝つ野球というのを選手も年々分かってきているというふうに思ってますし、さらに昨年よりも今年、その野球を目指す野球の質をさらに上げていきたいというふうに思っています。ファンの思いも同じだと思います。我々の思いも一緒です。リーグ優勝、そして2年連続悔しい思いで、ね、終わってしまったので、日本一を
勝ち取るシーズンにしたいと思ってます。カープ初となるリーグ3連覇と34年ぶり悲願の日本一を目指して3月30日の開幕戦に備えます。天福球場のエリアでは地元グルメやコラボグッズの販売などがあります。週末にはご覧のイベントも行われます。広島東洋カープ日南キャンプは一軍は一時キャンプを日南で2月14日まで、ファームは2月6日から27日まで行います。